もう早速スタミナ太郎のたすきをかけて張り切って新人大使です。登場していただきます。ちょっと行き過ぎちゃいましたけどね。そう、あのね、ヘミちゃんね、ちょっと今日のあのちゃんと 3D で取り込んでなかったから分からなかった、ここの。なるほど、あちらの思っちゃいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、そして今回は今ちょっとお話もありましたけれども、スタミナ太郎とのコラボレーションということで、まずこれだけはお伺いしておきます。もちろん以前からスタミナ太郎やスタミナ太郎ネクストはご存知でした？もちろんです、はい、もうね、あんな楽しい場所はない、ワンダーランドだと思ってますから、はい、だってね、焼肉食べたいわっていうお父さんとね、俺は寿司が食いてんだっつうね、おじいさんと、で、私はデザートが食べたいわっていうおばあちゃんがね、一緒に行けて楽しいんだよ。うん、笑顔であふれて楽しい、ね、エンターテインメントだよね、一緒、私たちと、うん、そうですね、うん、共通項がたくさんありますね。肉だけじゃない、チラノリだけじゃない。わかりました。ではそんな共通項が今日たくさんあるですね、日本エレキテル連合の2人とお話を進めてまいりたいと思いますんですよ。もう、はい、ではセット大丈夫ですか？ではお席におかけください。さあ、ではお話を伺っていきたいと思いますが、まずはですね、やっぱりこの話題からなんですけれども、この度は2014年度の流行語大賞の受賞、誠におめでとうございます。どうもありがとうございます。ありがとう、拍手するところです。もうスタミナ太郎様様です、本当に。そうです、もうなんでしょう、今年はやっぱり急発進、まさに急発進、そして大躍進の一年だったんじゃないですか。ありがとうございます。おかげさまで本当に、はい、そんなお二人にですね、今回なんとスタミナ太郎が流行語大賞の受賞を記念しまして、日本エレキテル連合コラボメニューを、そうなんですよ、私が、はい、開発したという話ですけれども、はい、どうですか、このコラボのお話があった時には、どんな感想をお持ちになりました？いや、なかなかね、攻めた会社だなって思いましたよ。すごいね、私たちをまずね、広告にね、持ってきてくださるこの A 団、誰かわかんないけど、あの辺の偉い人が決めたんだと思うけど、社長とかね、すごいと思う、でね、自分たちの名前が商品になるなんて、こんな夢みたいなことなかったね、嬉しかったね、だからスタミナ太郎大好き、ありがとうございます、じゃあちょっとこのメニューの方ですね、ちょっと皆さんにご紹介していきましょうか、もう二人はすでにご覧になってますね。もちろんです、大丈夫ですか、じゃあまずあけみちゃんの白湯豚しゃぶしゃぶ見ていきましょう、こちらです、まさにあけみちゃんそっくりの白が美しい、白濁してる、かわいい、ね、あけみちゃんいかがですか、あのね、あけみね、これ撮影するときに食べたの、その時にね、あのね、この白濁したね、ハイパンのスープがね、もう味がね、しっかりついててね、それにしゃぶしゃぶってして、パクってしたの、そしたら超おいしくてね、もう、あけみとろけちゃう。しゃぶしゃぶしたんだよね。とってもおいしかった。あけみちゃんはね、バカだからね、撮影用のお肉まで食べようとして欲張りだから、やめろこの野郎って言われました。そう、でも食べ放題だから大丈夫ですよ、だからあけみにもぴったり、あのね、だから美味しすぎるからね、あけみの白湯白濁スープでしゃぶしゃぶしに来て、言ってあげて。本当ですか、いいんだよ、笑って大きな声出して、はい、ここは笑うところです、そうです、お願いします、とても美味しい、ご遠慮なくたくさん笑っていただいてね、そう、何我慢してるんだ、我慢しなくていいの、我慢嫌いだね、で今日はもう一つご紹介したいのがあります。もう一つコラボメニューがありまして、細貝さんの昭和あったかおでんです。嬉しい、はい、こちらまさに昭和の香り漂う、細貝さんにぴったりのコラボメニュー、いかがですか、これはね、もう本当になんかノスタルジックなね、なんかほっこりしまして、親父が一人で来て食べてもよしね、家族でね、つついてもよし、とってもポカポカなって、なんか古き良き日本を思い出す素晴らしい一品でございます。細貝さんはよくこう昭和風におでんをつついたりされるんですか？私赤ちょうちんが大好きでございまして、それをね、彷彿とさせるすごくね、素敵なね、あけみちゃん、
とっても美味しい。細貝のおでんもかぶりつきに来て。よろしくお願いします。お願いします。じゃあこのコラボメニューは二品とももうお二人のお墨付き、もちろんです。太鼓判でおすすめということですね。そして今回まだあります。明日12月19日よりお二人のコラボメニューと同時展開をします。スタミナ太郎のこの冬限定焼肉メニューというのがありまして、熟成黒毛牛中落ちカルビというおすすめのメニューです。お二人は、はい、焼肉。黒毛に目がないから。おいしいよね、うん、大好き、うん、冬限定なの、はい、明日からこの冬限定ですね。うわこれ行かなきゃ、それも食べ放題なのね、すごいね、うんうん、ぜひ皆さんにも召し上がっていただきたいんですが、うん、お二人は焼肉はちなみにお好きですか。大好きでございましてね、とっても好き、ずっとダイエット企画で我慢してたもんだから、もうこの後ねもう絶対行く、もうスタミナ太郎さん行ってね、で明日ねちょうどねあれなのよ私たち、はい、タイタンライブがあるから、自分たちのライブの宣伝してごめんなさい、はい、ぜひ宣伝してください、あのね、打ち上げとかに、ね、うん、こっそり行っちゃって連れてこう、太田さんと田中さん連れて、吉祥寺とかあります、そう店舗、朝に事務所があるから、うん、吉祥寺の店舗の方に、明日出没します、爆笑問題とエレキテル連合が明日吉祥寺店に出没します、スタミナ太郎ネクスト